思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムエイジ。アドバンスドグレード。ガンダムエイジ1スパロー。機動戦士ガンダムエイジとは、2011年から全49話が放送されたサンライズ制作のガンダムシリーズである。当初からゲームを売るために企画されたガンダムであり、ダンボール戦記やイナズマイレブンでおなじみだった、レベル5の影響が良くも悪くも色濃い作品なのですよ。主人公のフリット。フリットの子供のアセム。フリットの孫のキオという、三世代にわたっての戦いを描いた大河的な作風なのが特徴で、本来の視聴対象であるが近所のみならず、最近のガンダムシリーズから疎遠になっていた親の世代まで取り込もうとした意欲作だった。はずなのに、はずなのに、なぜだかみんな、これはガンダムへの冒涜だー。とか、こんなガンダムありえねえ。とか、おっしゃるのでございます。こんなの絶対おかしいよ。これは、妖怪の仕業に違いねえ。出来がいいにもかかわらず、フリット編のエイジのガンプラは投げ売り状態になっちゃって、チープなキットが大好きな積みプラモデラーがこぞって買って、レンガのごとく敷き詰めたりしたのだそうでございます。ガンダムエイジ1スパロウとは、直訳すると、ガンダムエイジ1スズメ。なんでスワロウじゃねえんだよ。なんて、当時は思ったもんでありんす。フリット君の乗るガンダムエイジ1が、俺様のナイフで切れねえものは何もねえぜ、結構。ってな感じの、尖ったナイフ状態になった忍者みたいな形態なのでございます。間違っても G の影人ではないので念のため。ことの起こりは、UE の魔少年、デシルがカルゼダスの圧倒的なスピードに対抗するため、毎度おなじみのエイジシステムが出した結論は、忍者になれー。という、まか不思議なものだったのでありんす。普通は変形って流れじゃないの？タイタスに続き、またしても近接戦闘主体の機体なんで、武器は基本、シグルブレードとかいうナイフみたいな武器一本。プラス、隠し武器のニードルガン。敵をバッタバッタと切り裂く姿は、まさに平成の切り裂きジャック。ナイフでただひたすら切り裂くだけという、地味な絵面が仕事で疲れた体に応え、うっかりうとうと寝ちまって、エンディングで起こされてたりした問題。無駄を省いたシンプルなプロポーションは、かつて、サイバーコミックスに載っていた、おっさんモデラーには懐かしい G の影人を彷彿させたものですぜ。宇宙の生物と戦うという設定も似通ってるんで、一時期パクリ疑惑もあったっけねー。とにもかくにも、当時は、秋葉原通り魔事件みたいな刃物を使った事件も散発する中、こんな刃物を持ったガンダムが登場したのには、制作サイドのモラルを問う声も上がったものだけど、ガンダムエイジ自体の知名度があまりなく、ガキンチョもあんまり見ない作品だったんでもう満体だったりしたもんだ。多分。144分の1スケール、ガンダムエイジ1スパローは、2011年に600円で発売された、アドバンスドグレード第7弾のキットだったのさ。アドバンスドグレードの特徴は、ブロックビルドシステムを採用したおかげで、組み立てやすさがさらに増し、内部に、今日ではいらない子になった感が半端ない、ゲージングチップを搭載している点なのでございます。ガンダムトライエイジ特製カードが、1枚入っているのも売りなのですよ皆の衆。この2つのおかげで割高な印象なんだけど、当時からお店の人が安くしてくれちゃってたもんで、値段が高い印象はなかったよねー。ゲージングハロやエイジデバイス、ゲージングバトルベースで遊べたのもすでに過去ばな。スマホゲーム以下のゲームを買ってまでやる暇人は、そうそういないと思う今日この頃なのですよ。キットは、相変わらずシンプルで丈夫なのが売りで、成型色は6色、シールはやっぱり付属してないんだよねー。可動部分が少なく、スパローウェア自体には、タイタス同様、関節が1個もねえんだよ。組み立てた後は、肩だけが一応稼働するのでございます。塗装すればそれなりに見れるんだけど、キットの丈夫さを活かして、ガキンチョにガシガシ遊ばせるのが正しい遊び方に違いねえ。武器のシグルブレードは白一色。ハイグレード版でもシグルブレードは白一色だったよ。参ったねえ。ハイグレードの意味あんの。しかーし、このキットのグリーンのランナータグの部分をうまいこと加工すれば、シグルブレードの刃の部分を再現できちゃうのですよ。まあ素敵。色を塗った方が早いよね。ハイグレード版のスパローの方には、フィグマ、魔法少女マドカマギカのアケミホムラと合体した。ホムラスパローなんて世も末な仕様が、当時はすんげー一部で話題だったもんだけど、中古屋で見たら、ホムホムのフィグマは、今でも中古で4000円以上するじゃねえのよたけいたけい。マドカの方も3000円以上だと、キューベイ、武器なしハンドパーツなしのジャンク品が900円。キューベイとか知らねえ。